終戦から今日で76年で年す天皇陛下は全国戦没者追悼式で新型コロナの新たな試練を皆が力を合わせて乗り越え今後も幸せと平和を希求し続けることを心から願うと述べられました私たちは今新型コロナウイルス感染症の厳しい感染状況による新たな試練に直面していますが 私たち皆がなお一層心を一つにし、力を合わせてこの困難を乗り越え、今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います、東京の日本武道館での追悼式は、例年6000人ほどが参列していました。 今年は緊急事態宣言下での開催となり、来賓を除いた遺族の数は過去最少のおよそ100人となりました。私の父親、えーえー、昭和20年にね亡くなったんですけどね、今回最後のまああのお勤めはないかと思って。 遺族の高齢化が進み参列する戦没者の妻は初めて1人もいなくなりました。